にちは。今日は仕事が休みだったのでルドと2人でスーパーに買い物に来ています。それではまた。ここがお肉コーナーです。なんかお肉を買ってこうかなと思っています。これがさっきスーパーで買ってきた食品です。まずはお肉から。これは牛肉のフォーフィレというステーキで、これは七面鳥のポピエット、中にひき肉が入っています。でこれは豚肉の薄切りで、これは多分牛肉のほほ肉だと思います。なんか煮込みに使うといいと言ってました。でこれは白身魚で、コルドンブルーで、ラビオリとニョッキで、フランボワーズとオクラといちごで、ほおずきはバレンチーノが好きなのでほおずきも買いました。でマッシュルーム、ミニトマト、あとハムで、今回もヤギのチーズを3種類買って、でこれはピザを作ろうと思っているのでピザの上にかけるチーズで生姜で、砂の中に生えた人参、みかん、りんご、オレンジジュースに使うオレンジ、あともう1種類パスタを買いました。でこれは生のピザ生地とトマトソースで、これはなんかすごい綺麗な柄が入っていたサラダで、これがなんか赤茶色のバナナと黄色のバナナで、なんか黄色のバナナより少し甘いそうです。で、これはアロエでサラダに使おうと思っています。で、卵12個で、ピタブレッドとギリシャのヨーグルトで、全部で約83ユーロくらいでした。こんにちは、ともこです。今回も1週間分の買い物と献立をビデオに収めてみました。まずは1日目からです。その日は仕事が休みでルドと2人でスーパーに行って、その後ランチをしています。最近私の働いているガーデンセンターでアロエの植物がすごく売れていて、お客さんに理由を聞いてみたところ、髪の毛のマスクや顔のマスクに使ったりするということだったので、なんか私も気になっていたので買ってみることにしました。で今回はアロエのサラダとレタスとトマトをのせましたが、なんかアロエはあんまり味がなかったので、次回はパプリカとかアボカドとかエビとかいろんな味のあるものを入れて、なんかボリュームたっぷりのサラダを作ってみようかなと思っています。今日のランチはリコッタチーズとほうれん草が入ったトッテローニとアロエのサラダです。いただきます。その日の夜はバレンチーノと一緒に猫型のピザを作ってみることにしました。以前家族で行ったレストランでバレンチーノは初めて猫型のピザを食べたのが忘れられなかったみたいで、たまに「ママピザシャー」とか言ったりするので、これは作らなければならないなと思って今回作ってみることにしました。すごく簡単だったので子供がいる方にはすごくおすすめのレシピです。猫型のピザができました。マッシュルームが目で鼻もマッシュルームで、口はトマトで、ひげはハムで作りました。むくんチーズ食べてる？おいしい？うん。ピザ焼くよ。食べたらなくなっちゃうよ。ビビ。お豆つけて。ねえ。あ、これ花。これ花。これおめめ。もう一個おめめつけて。ねえ。お口は？口つけて、はい。これ鼻になっちゃったトマト。でこれも後で焼こうね。おいしい？おいしい？ちょっと焼きすぎちゃったね。ピザは半分くらい食べてくれました。デザートは大好きないちごです。美味しかったね。いちご好き？な。いちご好きやろ？な。おいしい？な。おいしいな、いちご。ちょっと不細工ですが、私の猫のピザもできました。いただきます。私はギリシャヨーグルトに蜂蜜とチアシードとイチゴを入れてデザートとして食べます。次は2日目のメニューになります。朝ごはんはいつもの定番のオフアラコックです。サイドにフルーツやトマトを付け加えたり、オレンジジュースやココアなどを飲んだりして、ほぼ毎日オフアラコックを食べています。朝は定番のオフアラコックとほおずきとトマトです。ちょっともううさぎの耳が壊れちゃっています。あとコーヒーと、びーくんの耳は1個だけまだ残ってる。じゃあ、1個残ってるね。パパが壊した。なパパ。パパが壊した。夜のメニューは定番の白身魚のフライと切符だけの炊き込みご飯と冷凍のインゲンとトマトで簡単に済ませています。食後に食べたヤギのチーズがすごく美味しかったので、また買ってみようと思います。その日はまだちょっと硬くて。その数日後に食べたらすごくクリーミーで美味しかったです。今日の夕飯は白身魚のフライとインゲンのバター和えと、あと炊き込みご飯とトマトです。いただきます。食後はヤギのチーズを食べます。このなんか灰色のチーズは久しぶりに食べるので楽しみです。このパッケージは穴が開きまくっているので、なんか冷蔵庫に入れておくとすごく臭くなります。で、3日目のメニューはもうこの日も仕事だったので、簡単にステーキとパスタと昨日の残りのインゲンでおしまいです。で、食後に最近なんか花粉症対策としてヨーグルトとフルーツをよく食べるようにしています。今日のディナーはステーキとパスタとマッシュルームと昨日の残りのインゲンと、あとワレンチーノはミニトマトを加えています。で、ワレンチーノと私はステーキを半分ずつにしています。デザートはギリシャのヨーグルトとアーモンドとチアシードです。で、ワレンチーノも少し食べます。パパや。みくんち足の口についてる。4日目のディナーのメニューは七面鳥のポピエットの中に細かく野菜を刻んでトマトで煮込んだものです。これはすごく美味しくて、なんかもっとポピエットをたくさん買って作り置きすればよかったかなと思っています。今日は七面鳥のポピエットとご飯です。5日目は我が家の手抜き料理の定番の出来合いのコルドンブルーとパスタと冷凍野菜です。でもルドはコルドンブルーが大好きなので、すごく美味しそうに食べてくれます。バレンチーノはもうおじいちゃんとおばあちゃんのお家で食べてきてるので、私たちだけで食べます。いただきます。6日目の献立は牛肉の赤ワインとトマト煮込みです。フランスの家庭料理の定番のバフ・ブルギニョンを作ってみようかなと思ったのですが、バフ・ブルギニョンは赤ワインのみで牛肉を煮込むので、バレンチーノにはちょっと大人すぎる味かなと思って、今回バフ・ブルギニョンの中にトマト缶を1つ加えてみることにしました。料理をしている時間はそんなに長くないのですが、牛肉を前日からマリネードしたり弱火で 2,3 時間煮込むので、ちょっと時間がかかる料理ですが、なんか本格フレンチみたいなのを食べてみたい方にはおすすめのレシピになります。まず煮込み用の牛肉と野菜をワインに一晩漬けておきます。材料は下の概要欄に記載しておきます。牛肉の水気をキッチンペーパーで取って、塩コショウ、小麦粉をまぶします。マリネードしていたワインと野菜を分けておきます。ニンニクと玉ねぎと人参を適当な大きさに切っておきます。次に強火でベーコンを炒めていきます。余分な油はキッチンペーパーで取っておきます。バターを敷いて牛肉を焼いていきます。いつもの癖で強火で焼いてしまったのですが、小麦粉がついていて焦げやすいので中火ぐらいをおすすめします。次にキッチンペーパーでお鍋を軽く拭いて野菜を炒めていきます。ワインに使っていた野菜も忘れずに入れます。玉ねぎがしんなりしてきたら、ベーコン、お肉、ワイン、トマト缶の順で入れていきます。最後にブーケガルニを入れてひと煮立ちさせます。煮詰まってきたらアクをきれいに取ります。あとは弱火で 2,3 時間コトコト煮ます。弱火でコトコト煮ている間に、別のお鍋にバターを敷いてマッシュルームも炒めていきます。マッシュルームはすぐ煮えてしまうので、最後の30分ぐらいに入れることをおすすめします。じゃがいもは長時間煮ると煮崩れしてしまうので違うお鍋で蒸しています。スターターはほうれん草とグリンピースのスープです。美味しい？牛肉の赤ワイン煮込みができました。私はご飯とお芋と一緒に食べて、ルドはお芋だけです。いただきます。7日目のランチは、ルドは昨日の煮込みの残りで、私は急に和食が食べたくなったので、オクラの鰹節がかかっている冷製パスタを作りました。ソースは醤油とごま油とレモンと、あと中華だしの素をかけています。なんか久しぶりにあっさりしたものを食べれて、すごく美味しかったです。今日のランチはオクラの冷製パスタと、ルドは昨日の残りの牛肉の煮込みを食べています。ポテトも一緒に入れておきました。その日の夕食のメニューは、昨日の残りの煮込みをカツとご飯の上にかけて、カツハヤシカレーみたいな感じで作ってみました。なんかすごく美味しくて、家族にも好評だったので、また作ってみようかなと思っています。牛肉の煮込みをカツにかけてみました。で、サイドはオクラで、もっと欲しいのび、これ食べてから野菜もな。 B 君はトマトとスープと、もうカツは全部食べてあります。いただきます。パパも。ルドはカツが2個あります。あとサイドにスープも飲んでます。こんな感じで1週間の献立を立てています。ビデオ最後まで見てくれてありがとうございます。この動画気に入っていただけた方がいたら、いいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の日曜日に。バイバーイ。